どうも、東海釣り三昧です。今日はね、息子ちゃんと一緒にワカサギ釣りです。今日の釣り竿はね、こんな感じ。おっとっと、危ない危ない。エレキ持ち込みでね、今日はね、百軒亭さん、まあいつもそうだね、にボートを借りました。でね、あっちのね、ワンド、中屋ワンドってところにね、行こうと思います。出港。それじゃあね、始めましょう。中屋ワンド沖。暑いな、今日。今日暖かい、ね。ね、魚探ね、反応ね、出てないね。さっきすげえ出てたんだけど。ちょっとやってみてね。ダメそうだったら移動しますわ、すぐ。1号でね、1号で始めます。貸して。よいしょ。重りは？つけるよ。ちっこいやつでしょ。うん、ちっこい重りつけるよ。あ、夜行のやつにするか、とりあえず。夜行？うん、ほら。夜行の色塗ってあるやつ。やべ、あっちいな、今日。うん、あったかい。まずったな。んで、餌はとりあえず、マカムシにしとき。とりあえず。引っ張ると切れちゃうぞ。うん。このね、餌付けがね、めんどくさいんだ。よし。でね、これ長押し？ちょっと貸して。電源入っとる？あ、入ってないわ。ちょっと貸して。ここをこうやってパチンってやると下に落ちていくから。引っかかっちゃった。ここをゼロにした方がいいのか。ちょっと待ってよ。ここをゼロにして、こうやって落ちてるから。で、止まったらさ、ロック。うん、止まったらロックして。止まった、ロックして。で、ちょっと巻いて。
片方だけボタンを押すの、ちょんちょんちょんって。ほら、それ今ピンと仕掛けが張った状態。これでいます？もうちょっと上に上げてみ。はほら、今ね、今これがあの竿先見てるとわかる。うん、でここであとはさ、ちょっとさ手でさ、これ今竿が伸びるじゃん。伸びるってことは重りが底についてるってこと。こうやってちょっと巻いていくとピョンって浮くやん。これが今ね、重りがちょっとね、底についた重りがちょっと浮いたところ。これをずっと出していくとこれだんだん竿が伸びてきた。これ重りがついて竿が引っ張られなくなるから落ちてきた、伸びてきた竿が。でその辺にいるから、その辺でこうやってピョン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 って誘ってあげると、で待つ。そうそうそう、これで巻く。まだまだピョンピョンって来てない。で竿先がチュルルルって震えたら当たりだ。ちょっとやっとってみて。数字いくつって書いてある。あ、ほらほら、竿先がさ、ちょっとさ伸びてきたよ、ね。伸びてきたら重りが底についちゃったら完全に。お、来た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 。で両方ボタン押してみ。そうすると両方のボタンを押すと、あ、離していいよ。押したら離していいよ。ちょっと早いな。あ、もういいよしよし、開けて。よし、釣れた。イエーイ。そしたらさ、ここ持って、ここ、片手でここ持って、その上持って、ここに引っ掛けて、あ、重りをね、水の中に入れちゃった方がいい。で、ピンって、そこ間に入れて、ギュッて引っ張ればいいよ。ギュッて。そうそうそう。で、もう一回投入。よし、できた。イエーイ、よっしゃ、できた、よし。これね、落としながらね、ボタン片方ね、チョンと押すと止まるで、勝手に。え、どっちこうやってやって、どっちでもいい。ボタン両方側にあるから、どっちでも一緒。あ、わかった。で、両方巻きたいときは、両方ポチッと押すと、ま、上げてくる。待って、これさ、カウント2にしよう。で、これさ、この数字がさ、これ水深ね、水の深さ。これさ、ゼロになったら勝手に止まるからさ、うん、止まるやん。ほら、止まったらこれ入らんじゃん、うん、そしたらもうこれ巻かんの。これ巻いちゃうと入っていっちゃうから、ほら巻いちゃうと入っていっちゃう。あ、そうね、まあ、ここまで来たら止まるんだけど、もう自動的に止まったらもうそこからおしまい。そうそう、そしたらこいつ中に巻き込まずに済むから。ああ分かった、まあ、また後で教えてあげるわ。お、来てる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 。おった？うん。すげえ釣れるじゃん。肉うまいんじゃない？いいや、それ落としちゃって邪魔くさいね。はい、息子くんの運転。船長みたいじゃん。あっちうん、ここでいい。船長、ここでいいっすか？オッケー。じゃあ、怒り下ろします。うん、アンカリングって。おるよ、下の方おる、うん、すごい、面白
よし、アンカリング完了。楽しい。楽しくなってきた。りくんが決めたポイントだからな。だってめっちゃおったもん。めっちゃおった。なんかごじゃごじゃごじゃって上の方にもね。うん。上の方に出たのはゴミかもしれない。ゴミも映るからね。ゴミも映っちゃう。うん。お、来た。2年生お、陸船長、陸船長、めっちゃ映ってます。これ多分そうです。下の方。下の方ギルじゃないといいな。ギルの可能性もなくはない。うん、ギルの可能性もなくはない。うん、いや、違いました。ワカサギでした、船長。おー、ダブル。12、13。船長、釣れましたよ。12、13。お、釣れる。あ、釣れた。餌がないじゃん。ロンドン壊れてっちゃう。餌ない。来た。こっちも来ました。来ました。お、ちょっと大きめ。42。ちょっと大きめ。ここらにしちゃちょっと。押しておいたから。ありがとう。すいません。風がすごい出てきちゃってね。湖なのに、違う、これ池か。イルカ池、池だ。すごい波が、船がすごい揺れる。風裏行かないとね、ちょっと危ないね、これは。揺れるね。荒波を越えていかなかった、これはね。すごい揺れる。さあ、まあ終わります。まあ釣果はね、残念ながらの60匹ぐらいかな。数え忘れもあるから多分60匹ぐらいだと思います。頑張れ、頑張れ。オールコイで帰りたいみたいなので。船長、船長どんどん回っちゃってますよ。向こうです。あっち？うん、あっち。逆逆逆、こっち来る。こっち？そう。そう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 。そう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 。よし、よしよし。よし、両方来い。両方。よしよしよし、オッケー。船長疲れてエレキに変えたみたいです。じゃあ、あんまりスピード出すともう最後危ないよ。よし、着工。本日の釣果、息子とね、2人でこんだけでした。じゃあね、これをね、塩焼きと天ぷらにしたいと思います。まあ下処理はね、そんなやることないんで、まああれだね、塩振ってじゃーっとザルでもみ洗いして、お腹が気になるようだったらお腹をちょっとね、ギュッてしごくように絞り出すようにね、お尻の方にブジュッてやるとお腹も処理できますけど、まあこのサイズのワカサギだったらね、塩でじゃーっとちょっと汚れだけ取ってあげるぐらいで塩もみして、まあそれでいいと思います。じゃあね、塩焼きにして乾杯したいと思います。さあ、超シンプルにね、ワカサギの塩焼き、串焼きっていうのか塩焼きっていうのか、完成しました。もう串に刺して塩振って焼いただけ。これがね、僕個人的にはね、一番うまい食べ方な気がしてます。うん、天ぷらもいいんだけどね、唐揚げもいいんだけどね、南蛮漬けもいいんだけど、まあ、塩焼きが一番シンプルだけど好きです。それじゃあ乾杯。あ、そっか、これ新年一発目の釣果なので、まあ新年、年明けてから何本か動画出しちゃいましたけど、
まあ、改めて明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。はい、それじゃあ、朝ね、ボート乗るとき言い忘れちゃったんでね。じゃあこれ、いただきます。うん、うまい。一番シンプルにうまい。うん、最高だわこれ。もともとね、ワカサギすごい味が濃いんだよね。うん、うまい。うん、おいしい。ワカサギはキュウリウオかって言ったかな。ちょっとキュウリ臭いんだよね。あのアユとかも一緒かな。チアユとかね、あの辺も似た感じだったと思いますけど、うん、美味しい。また後でね、天ぷらにしたいと思うんですけど、天ぷらはね、家族みんなで食べるので、まあ今日はこの辺で、2019年初釣りは息子と一緒にワカサギ釣行でした。それではご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。